はい、ということで今回は極寒、寒波が入ったなんか五山川やってみました。で、2日間、昨日、今日2日間やったんですけど、初日は寒波入って気温1桁台で、今日は14度まで上がって暖かい天候、まあ朝夕は寒いんですけど、なんとか魚のポジションをつかめて釣れました。で、まあメインにやったのがプロトノメタルとジークローラーの猫なんですけど、まあこれね、これで2日目の暖かくなってきたお昼の時間帯にバイトが出たっていう感じです。まあ今年一発目の寒波で昨日気温1桁クラッチ切れないっていうぐらい寒かったんですけど、なんとか2日目にバイトがあってジークローラー猫で撮れました。ということで実況動画撮れたんで見てください。めっちゃ寒いです。はい、ということで今回やってる初頭の五山川のベイトでやるネコリグのアクションなんですけど、基本的にはなるべく水深のあるとこ狙うで、ボトムを狙うんですけど、まあボトムに関して言ったら何かに引っ掛けて何かを感じたら止める、で引っ掛かったら止めて、食わなかったらまたちょっとラインストラックでほぐして、抜けた時にまた止める、でここでバイトが出るっていう感じでやってます。なんで基本的に護岸沿い今狙ってるんですけど、何かしらの変化に魚がやっぱつくんで、そういうとこを集中的に丁寧にステイを入れて止めて食わせるっていう感じでやってます。
ジークローラー、猫、初冬の五山川。寒波来て晴れ間が出たタイミングでドン、ジークローラー猫来ました。たまらん。はい、ということで今回釣れたジークローラーの猫リグなんですけど、まあ護岸沿いの沈殿物なんかが沈んでるとこに引っ掛けて止めて食わせるっていう感じなんで、ハヤブサのフィネスガード、まあこれ DSR にガードがついてるモデルですねを使ってます。で、 G クローラーは 4.8 とか 3.8 を使ってます。で、ネイル進化なんですけど、これは64分の3オス 1.3g とか 1.4g っていうのを使ってます。で、刺し方なんですけど、横でもなく縦でもなく斜めに刺してます。で、まあある程度横刺しにすると根掛かりが頻繁に起こる、縦刺しだとフッキングが甘くなる。で、結構やっぱこういう寒波でショートバイト気味になる時があるんで、あえて今回はこう斜めに刺すような感じでセッティングしてます。これをあえてっていう感じのセッティングです。